じゃあ今からネクタイのディンプルの作り方をご説明します。私は普段プレーンノットしか巻かないんですけども、一番ディンプルが綺麗に見える結び方なので、今回はプレーンノットでご説明させていただきたいと思います。一番シンプルですけど、一番美しい結び方と言われています。まず私のやり方としては、ここを押さえて最終的にできるここの三角形をずっと離さないっていうのが私の結び方です。ちょっとゆっくりやっていきます。まずこちらをですね、通していきます。でこの時もこの三角形を離さないでそのままです。でこの後すぐに通すんですけども、結構皆さんこの狭いところでここを通そうとするんです。でその時に結構ネクタイが傷んでしまったりするので、私は他の残ってる指を使って穴を広げます。このようにして、このようにして穴を広げて通していきます。でまだここは持ったままですね。でゆっくり押していきますね。そしてこのぐらいある程度形ができてきたら、ここの左手を離しますね。でここからディンプルを作る作業に入っていくんですけど、結構皆さんディンプルがすぐになくなってしまうとおっしゃるんですけど、その原因としてはここの少ないところでくぼみを作ろうとするからなんですね。なので絶対にほどけないディンプルとしては、ここからくぼみを作っていくっていうのが一番ディンプルのほどけないなくならない方法です。なので指を奥まで入れます。ここまで入れます。ここからこういうふうにネクタイを折って引っ張っていきますね。こういうふうに。でここでだいぶディンプルができていくんですけど、ここでコツはここの下の部分をこういうふうに少し潰していくと、どんどんとキュッと締まってほどけにくくなっていきます。ここを潰していく作業と、くぼみを整えていく作業、そして上に上げていく作業、これを同時に少しずつやっていきます。こうしていくと、おそらく小剣と大剣もバランスのいい、そしてディンプルもちょうど綺麗にできているかと思います。